石野陽子が志村けんとの事実婚を選んだ理由は何だったのでしょうか。今回の動画では日本の芸能界で多彩な才能を発揮してきた石野陽子さんの人生に迫ります。彼女のキャリアは1985年にテディボーイブルースでアイドル歌手としてデビューしたことから始まりました。その後姉の石野真子さんの影響でスカウトされ、瞬く間に人気アイドルとなったのです。彼女の多才さはバラエティ番組志村けんの大丈夫だでの活躍にも現れています。志村けんさんとの息の合った夫婦コントで視聴者を魅了し、その後も多くのドラマや映画で輝きを放ち続けました。しかし志村けんさんとの関係が終わると、彼女はバラエティ番組から姿を消し、 V シネマや舞台などで新たな道を歩み始めました。石野陽子さんが選んだ生き方は結婚ではなく事実婚。2007年から交際を続けている現在のパートナーとの関係を公にし、結婚にこだわらない自由な生活を送っています。彼女はなんで結婚しないといけないのかわからないと述べ、結婚に対する独自の価値観を持ち続けています。この動画では石野陽子さんの多彩なキャリアと志村けんさんとの関係、そして現在の事実婚に至るまでの道のりを詳しく紹介します。彼女の自由な生き方と多様な才能を存分に発揮してきた軌跡を紐解き、彼女の魅力を余すところなくお届けします。それでは石野陽子さんのデビューと初期の活躍についてから始めましょう。石野陽子さんは1985年にテディボーイブルースでアイドル歌手としてデビューしました。そのきっかけは姉である石野真子さんが関わっています。もともとアイドルだった姉の石野真子さんの収録に同行していた際、スカウトされたのがデビューのきっかけでした。石野陽子さんはデビュー当初から注目を浴び、その美貌と才能で多くのファンを魅了しました。デビュー後石野陽子さんは瞬く間に人気アイドルとなり、その後の活動も順調に進んでいきました。特に彼女が主演を務めた TBS のドラマ「セーラー服通り」は大きな話題となり、女優としての地位を確固たるものにしました。このドラマでの成功は彼女の女優としてのキャリアにおいて重要なステップとなり、多くの視聴者にその名を知らしめることとなりました。その後石野陽子さんはバラエティ番組「志村けんの大丈夫だ」に出演することが決まりました。ここで彼女は芸能界の大御所である志村けんさんと息の合った夫婦コントを披露し、その才能を存分に発揮しました。この番組でのパフォーマンスは視聴者に強い印象を与え、石野陽子さんの人気はさらに高まりました。興味深いことに石野陽子さんと志村けんさんは同じ誕生日2月20日を持っていることでも知られています。石野陽子さんのバラエティ番組での成功は彼女のキャリアの中でも特筆すべきものでした。志村けんさんとの共演により彼女はさらに多くのファンを獲得し、その名声は一層高まることとなりました。しかし石野陽子さんは単なるバラエティタレントにとどまらず、ドラマや映画、 V シネマなど多岐にわたる分野で活躍しました。特に V シネマの南の帝王シリーズには第13作から第34作まで連続で出演し、その演技力と存在感を示しました。石野陽子さんのキャリアはアイドルとしてのデビューから始まり、女優としての成功、そしてバラエティ番組での人気と非常に多岐にわたるものです。彼女の多彩さと魅力はどの分野でも輝きを放ち続け、ファンを魅了し続けています。デビュー以来彼女はスランプを知らず、常にトップを走り続けてきました。次は石野陽子さんの志村けんとの関係と破局についてです。石野陽子さんと志村けんさんの関係は1987年から1992年までの約5年間、志村けんの大丈夫だでの共演を通じて深まっていきました。2人は息の合った夫婦コントで視聴者の心をつかみ、番組の人気を支える存在となりました。視聴者の多くが2人の交際を噂する中、実際に石野陽子さんと志村けんさんは交際しており、事実婚状態であったと言われています。驚くべきことに2人は志村けんさんの母親と一緒に3人で暮らしていたのです。この事実は彼らの関係がどれほど親密であったかを物語っています。しかしこの親密な関係にも終わりが訪れます。
二人の破局の原因については明確にされていませんが、一つの大きな出来事が影響していたとされています。それは石野陽子さんと志村けんさんが交際していた頃に広まった石野陽子さんと坂上忍さんとの二股疑惑です。この疑惑が原因で志村けんさんが激怒し、二人の関係に亀裂が生じたのではないかと言われています。この二股疑惑は当時のマスコミでも大きな話題となり、坂上忍さんの母親が経営するスナックにまで報道陣が押し寄せるなど大騒動に発展しました。坂上忍さん本人はこの噂を否定していますが、真相は明らかにされていません。志村けんさんはこの出来事の後、自分だけを愛してくれる人が結婚の条件であるとコメントしており、石野陽子さんとの破局に影響を与えた可能性があると見られています。破局後、石野陽子さんはバラエティ番組から姿を消し、志村けんさんとの共演も終わりを迎えました。志村けんさんはその後も志村けんのバカ殿様や志村けんはいかがでしょうかで約3年間共演し続けましたが、視聴者の前での息の合ったコントは見られなくなりました。石野陽子さんがバラエティ番組から姿を消した理由については具体的な説明がされていませんが、この破局が大きな要因であったと考えられます。石野陽子さんと志村けんさんの関係は多くの人々に注目され、その終焉もまた大きな話題となりました。石野陽子さんはその後新たな道を歩み始めましたが、志村けんさんとの関係は彼女のキャリアにおいて重要な出来事であったことに変わりありません。破局後も石野陽子さんは V シネマやドラマでの活躍を続け、さまざまな分野でその才能を発揮し続けています。次は石野陽子さんの新たなパートナーとの事実婚についてです。石野陽子さんが新たなパートナーとの事実婚を公にしたのは2019年7月29日に放送された人生いろいろ超会議の中でした。この番組で石野陽子さんは現在も事実婚状態の男性がいることを告白しました。彼女がこの男性と出会ったのは30代の終わり頃で、交際を始めたのは2007年のことです。石野陽子さんは共演者からの今の彼氏はという質問に対し、いますとにっこりと答えました。そして相手は一つ年下の方であることを明かし、最初に結婚相手を探しているなら私じゃない方がいい、それでもよければといったエピソードを披露しました。この告白から石野陽子さんが結婚ではなく事実婚を選んだ理由が見えてきます。彼女はこれは私の生き方だから押し付けるわけにはいかないしと述べており、結婚にこだわらず自分のスタイルを貫くことを大切にしていることがうかがえます。実際石野陽子さんはこれまでの人生で結婚を考えたことは一度もないと語っています。彼女にとって好きな人と一緒にいるために結婚は必ずしも必要ではなく、結婚と好きな人との関係は別のものであるという持論を持っています。石野陽子さんと現在のパートナーとの関係は非常に安定しており、2007年から現在まで続いていることからもその絆の強さが感じられます。お相手は一般の方であり、名前や職業は公表されていませんが、石野陽子さんの話からはお互いに深い信頼と理解を持っていることが伝わってきます。彼女はなんで結婚しないといけないのかわからないとの思いを告白しており、結婚という形式にとらわれない自由な関係を築いていることがわかります。石野陽子さんが事実婚を選んだ背景には、彼女の自由な生き方と結婚に対する独自の価値観があります。彼女は結婚をしなくてもお互いの関係性に変わりはないと考えており、その信念のもと現在のパートナーと幸せな時間を過ごしています。石野陽子さんのこのような生き方は彼女自身の強い意志と自由な精神を象徴しており、多くの人々に影響を与えています。最後は石野陽子さんの現在と今後の活動についてです。石野陽子さんは志村けんさんとの関係が終わった後も芸能界での活動を続けてきました。彼女はバラエティ番組からは姿を消しましたが、 V シネマやテレビドラマ、映画、舞台など多岐にわたる分野で活躍しています。特に V シネマの南の帝王シリーズには第13作から第34作まで連続で出演しており、
その演技力と存在感を示しています。このシリーズでの彼女の役どころは観客に強い印象を残し、彼女の多彩さを再確認させるものでした。また石野陽子さんは音楽活動も行っており、歌手としてもその才能を発揮しています。彼女はデビュー当初からアイドル歌手として活動を始め、その後も音楽活動を続けてきました。バラエティ番組での活躍に加え、歌手としても多くのファンを魅了してきた彼女は今なおその人気を保ち続けています。さらに石野陽子さんは舞台でも活躍しており、さまざまな作品に出演しています。舞台での彼女の演技は多くの観客から高く評価されており、彼女の俳優としての実力を裏付けるものとなっています。舞台はテレビや映画とは異なる表現の場であり、石野陽子さんの多彩な才能を存分に発揮できる場所でもあります。彼女はまた CM やゲームのキャラクターボイスなど様々なメディアでの活動も行っています。石野陽子さんの声は多くの人々に親しまれており、その魅力的な声で多くのキャラクターを演じてきました。このように石野陽子さんは多岐にわたる分野で活躍し、その才能を遺憾なく発揮しています。現在も石野陽子さんは事実婚のパートナーと幸せな生活を送りながら芸能活動を続けています。彼女の自由な生き方と多様な才能は多くの人々に影響を与え続けており、その活躍は今後も続くことでしょう。石野陽子さんの現在の活動は彼女のこれまでのキャリアと同様に多くの人々に感動を与えるものであり、彼女の今後の活動にも注目が集まっています。以上が石野陽子さんのキャリアとプライベートに関する詳細です。彼女がどのようにしてアイドルから女優へと転身し、志村けんさんとの関係がどのように彼女の人生に影響を与えたか、そして現在の事実婚に至るまでの道のりを紹介しました。石野陽子さんの多彩な活動と自由な生き方は多くのファンにとって興味深いものであり、その魅力は今なお色褪せることがありません。ここで皆さんの意見をお聞かせください。石野陽子さんのキャリアについてどのような感想を持ちましたか。また志村けんさんとの関係について皆さんの考えを共有してください。さらに現在の事実婚という形を選んだ石野陽子さんの生き方についてどう思いますか。コメント欄でぜひお話を聞かせてください。もしこの動画が興味深かったり面白かったと思われた方はぜひいいねボタンを押していただけると嬉しいです。またチャンネル登録をしていただければ今後も芸能界の興味深い情報や最新ニュースをお届けしますので、お見逃しなく。石野陽子さんをはじめとする多くの芸能人の裏側に迫る動画を配信していきますので、次回の動画もぜひ楽しみにしてください。視聴者の皆さんからのコメントやフィードバックは私たちにとって非常に励みになります。どんな意見でも構いませんので、ぜひコメントを残してください。次回もまたお会いできるのを楽しみにしています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。